はい、えー、ホワイトベース管内放送で、今日はですね、えー、保険の紹介をしようと思います。はいえー、ずっとライドさんが出しているずっとバイク車両保険、車両保険単品の保険が出たんですよ。はい、これがですね、えー、結構ユニークな話なので、皆さんにご紹介しようと思うんですけども、ただですね、加入できるのが購入から90日以内というふうな制限があ,あります。 えなので、今、バイク持ってる人で90日以上経ってるよっていう方はですね、残念ながらあの入ることができません。なので、これからね、バイク買うっていう人に対してですね、はい、あの分かっていただければなと思うんですけど、すげえな、俺、髪の毛交代して。はい私が前進しているのだって。はい<笑><笑>えっとね、これ1980円で書いてあるんですけども、これはまあ,あ、例えばの話ですね、ホンダ。 自動二輪購入金額63万6500円。125cc、126cc 以上の二輪車。うん、で、えー、1980円が月額なんですけど、この金額だとなんだろうな、これ。ね、NC かな。で、えっと、これがですね、あの、面白いことに、あのー、まずですね、2つ。 二つ契約を大きく分けてあります。えっ、ー、と、全損特約と分損特約っていうですね。要は、全損した時に払われるよっていう話と、まあ、あの、全損まで行かなくても払え、払ってもらえるよっていうものが二つに分かれてます。はい。全損特約っていうのが、えっ、ー、と、購入金額に加えて、全損所費用保険金をお支払いする。 ええと、全村消費用。要は、車両金額と、あの、諸費用って分かれてるんですけども、その中に非課税分っていうのがあるんですよ。要は、あの、自賠責保険だとか、車検を取るのに使った必要経費とかですね。普通そういうのは、まあ、補填されないんですけども、まあ、その分ももう持ちますよと。まあ、数万ですけどもね、あの、入りますっていうことですね。これが面白いことに、協定保険価格の100%保証の面積なし。面積っていうのは、あの、100万の保証。 あの評価金額だとすると、5万までは自分で出さなきゃいけないから、95万しか出ないとか、そういう話ですね。はい。これがね、面積なしで100%保証なんですよ。これがあ、まあちょっと面白いかな。要はその、購入、購入金額に加えてっていうところがミソです。はい。 えー、これが、あの、じゃあ、あの、買って10年経っても購入金額が保証されるのかって、それはちょっと違うんですけども、それはね、確か5%ずつ減っていくっていう感じの減価償却が発生します。はい。だから毎年その評価額がこう変わっていくんですけども、でもなんとですね、えっ、ー、と、2年契約。 えっと、1年でこう更新していくんですけど、2年契約、最長2年契約っていうふうに、あの、あるんですけども、その2年契約で払うと、あの、1年間が、減価償却、末置きになるんですね。だ2年目でようやく減価償却が発生するっていう、そういう感じになります。はい。で、これはまあ、全村の時だけ。まあ80、80%以上の修理金額。要は、あのー、保険で事故ると、修理費用っていうのを見積もりが出ます。あのー、保険屋さんから出るんですけども。 で、それがその、ある程度以上行くと、まあ全損ですねっていう風になっちゃうんですね。要はその、オートバイの評価額よりも修理金額が高くなっちゃったりとかするわけですね。そうすると、まあ買った方は安いでしょうということで,修理価格で、修理費用で出ません。はい。なので、えーそ、その時の車両の評価額そのものが修理金額の上限になってきちゃうわけですね。で、それに、それに対して、 えーまあ、あのお金が出るよっていうことになります。そうすると、修理費用が協定保険の80%以上と、おうん、ほん修理費用が協定、えー、全損とは修理ができない、または修理費用が協定保険価格の80%以上となれば、まあ、そういうことですね。はい、ということです。はい、なので、ただあの、もしですね、それがあの修理費用がですね、えー、の見積もりが、まあ、そこまでいかなくて、もうちょっと安く直るよ。 っていうときだと、これ、あの全損特約は使えません。そのとき、分損特約っていうのがあって、えー、例えば100万のバイクの修理金額が20万だったよってなったら20%じゃないですか。でも80、80%以上じゃないから保証、保証出ません。でも、分損特約ってのが入ってると、20万からでも出ますよっていう、そういうふうにはパーセンテージを下げてくれるよ。ちょっと分かりづらいかもしれ,いもしれないですけども。えっ、ー、と、車両だけでなくパーツアクセサリーも保証。 これがどういうことかっていうと、収めるときにくっつけたものですね。それらも全部評価額として計上することができます。要は車両価格そのもの、例えば100万、オプションつけて150万だとしましょう。そうすると、150万に対して車両保険をかけることができます。もちろん価格が上がればその分保険金額も上がりますけども、 えー、その時、有事の際に入ってくる金額も当然増えてくるっていうことです。普通はね、これ確かね、あの車両以外の金額って入らないんですよ。で、そのパーツ、アクセサリーっていうのはどういうものかというと、ボルトで固定するもの。だから、あの例えばあの、パニアケースとかサイドケースは OK だけども、あのシートバッグとかはダメなんですねあの。ベルトでくっついてるだけだから。はい、でもあの、例えばあの、スマホのステーとかね、 えと、あと、ETC とかね、ああいうのも全然 OK になってきます。はい。固定してあるものっていう、そういう、まあ、あの、区切りがあるらしいんですけども、あの、えー、 それがその収めるときにいろいろくっつけたもので見積もり上残っていれば、それは車両価格、その車両の評価額として計上される、あの保険をかけることができるということです。これね、あの、悪いこと考えちゃダメですからね。はい。悪いことは考えちゃダメだよ。ね。あの、それはそこまで言っとく。あの、どう具体的に悪いことかっていうのは、僕からはちょっと、あの、今ここでは言わない、言えないんですけどもね。はい。悪いことは考えちゃいけない。はい。 あの安心だなって思ってください。はい、っていうことです。で、その購入から9 0日あ、これあの、中古車でも入れるんですよ、全然。あの中古車買ったって言っても入れるしあの、買った店で入るものじゃないんですよ。要は、この動画を見て、下の URL から飛んでもらって、皆さんが自分で入るものですよ。はい、だから、買った店じゃないと入れない、そういう話じゃないです。はい、これ、まあ、まあ、分かってると思うんですけども。で、新車じゃなくても、中古車でも全然 OK。 で、あの、買った日を入れるフォームがありますので、えー、それに入れてもらって、多分ね、あの、そうやって、あの、入力してもらって申し込みをするという感じです。はい。えっ、ー、とね、で購入日を何でこう、じゃあ、証明すればいいのというところなんですけども、まあ、買ったお店の方が出してるですね、えー、まあ、登録証とか、あの、販売証明とか、そういう形になってくると思うんですけども、えっ、ー、と、そうしたものが必要になってくる場合がありますので、えー、手元にご用意いただければ幸いです。はい。 えっと、ちなみにこ当ほん1980円というのは例えばの金額ですからね。空ですよ、空。ね。あの、じゃあみんな1980円なんだーってね、思っちゃいますよね。あの、これね、あの、にょろってつけた方がいいと思いますよ、ずっとライドさん。はい。なので、ええ、まずはね、インターネットで簡単無料見積もりということで、こちらにあの、QR コードが、QR コード、はい。はい、スクショ。ピント合わない。フォーカス、あった、あった。はい。はい。これで。 いけるかなこれでスクショすれば多分いけると思う。はい。えー、見てみてもらえれば幸いでございます。ちょっと話しなかったんですけども、ごめんなさい。ちなみに、あの、同じようにですね、あの自転車のやつもあるんですよ。こっちの方が重要ありそうですね。自転車ポンポン盗まれるから。はい。あの、これも、なんかね盗、ま、盗まれ、盗まれた事故。 にえてたとかぶ分ね、こっちの方がね、世の中的には売れるんじゃないかな。はいえー、そんなわけで、えー、皆さんご紹介させていただきました、はい。もしよかったらどうぞよろしくお願いします。